の桜の歌でした。終始ゆったりしたテンポで親しみやすいメロディーとなっています。今年の春も美しく桜が咲き、お花見やそぞろ歩きをされた方も多いと思います。私たちの演奏でもう一度春の香りを感じていただけたでしょうか。指揮は東部顧問の山本大輔でした。さて次にお聴きいただく曲は泉博高作曲の宝島です。器楽曲という意味の日本を代表するインストゥルメンタルバンド D スクエア。このバンドの代表曲である宝島を日本吹奏楽会の巨匠である真島敏夫氏は吹奏楽用に編曲しました。パーカッションのアンサンブルから始まり、アルトサックスのソロ、トランペット、トロンボーンのソロと見どころがたくさんある楽曲となっています。サンバのリズムをベースとした吹奏楽ならではの華やかな旋律をお楽しみください。指揮は東部顧問の山本大輔です。それではどうぞ。